ゴーストめ、この辺におるはずやのに一向に姿を見せない。お前がどこに隠れようが、わいが必ず探し出してるさかいな。わいの名前はね、この大阪で悪霊を退治するゴーストハンターやらせてもらいます。ごっついゴーストが現れたと聞いて捜索してるんやけど、姿を見せない。やっぱりわいが男前すぎるから、ビビってしもたんかな。てかこ、笑うとこやで。さあ、引き続き、捜索しますぜ。お、ケンちゃん、久しぶり。お、足元に千円札をしてるね。ラッキーやな。え？交番に届ける？あ、そうやな。お、横田のおっちゃん、止まれ。あ、そうか。信号は守らなあかんやな。お、兄ちゃん、何してんの？え？空き缶を捨てようと思ってんけど、ゴミ箱がないから探してる。ポイ捨てせえへんの？おかしい。何かがおかしい。そういうことか！ここは大阪やない。ゴーストアイスくんでした。幻想の世界やな！よくぞ見破ったな、レイ。当たり前や。随分手の込んだことしてくれたけど、爪が甘いね。教えてくれたのは、大阪の人間はな、そんなにちゃんと法律を守らへん。そういうことか。せや、金を落とした方が悪い。信号を守るのはあくまで努力義務。ゴミ箱はいわばただの目安や。どこに捨てたって構わへん。なぜなら、町全体がゴミ箱みたいなもんやからな。それは一切怒られません。この町では、自転車の窃盗までは義務セーフや。行くぜ。たこ焼き意味はあい。メギたこ焼き肉水お湯はへ。関西系に愛されるメニュー筋肉丼をローティングに。ずいぶん汚れてしまったな。風呂入れたのは50道頓堀。1985年阪神の優勝に熱狂した漫画カーネル・サンダースの像を道頓堀に投げ込んだのもあまりにも有名。今回も険しい戦いだったけど、ワイの心と大阪の衣はいつでも熱々で。次回のゴーストハンターに、さあ、今日もジャリパークロット。レイ君もね、ま、ワイはさ、現場を押さえたね。今度は大阪ホテルを慣れすぎた。やめろ、どこに連れて行くか。